皆さんこんにちは。店長昔とその仲間たちがバイク店をさせていただいております。はい、こちらキムコ GP125 でございます。今ですね、納車前点検、させていただいております。で、一応ですね、まあ、キムコのね、これあのフォーマットなんですけど、こうずっとね、外観からエンジン、まあ、フレームですね、で保安部分でちょっと試運転、そして、付属品、まあ、点検値っていうものを、全部ねチェックして、でお客様にお渡しすると。はい、でまあアイドリング回転数とかですね、あと電圧、それに関してはですね、ダイヤグノーシスがあるので、こちらで見ることが可能です。はい、で、まあ、こんな感じですね。エンジンスピードだいたい設定値前後で回っております。で、電圧はだいたい 13.8 ぐらいですかね。はい、まあ、他にもいろいろ見ることはできるんですけど、まあ、スロットルポジションセンサーとね、アイドル、スロットルのアイドルの温度ですかね。でインテックプレッシャー、あとフューエル、これは何ですかね。あ、インジェクションのインターバル、とイグニッションアドバンス、あ、深角ですかね、これですね。アングルとか、あと O2 センサー、こんなのいろいろ表示されるようになっております。はい、でですね、まあ、問題なければ全部ね、そしてお客様にお渡しするということでございます。オドメーター0キロ、ね、ガソリンを満タンにしたんで今入ってますね。はい、あとまあこういうね、あのハイローはどうだとかウィンカーがとかね、まあ普通にもう、まあ、車検とかも一緒ですけど、まあ、という点検をするというところでございます。まあ、スロットルの遊びとかね、まあこれもちょっと多少好みがあるのでね、あんまり隠しちゃうとまたハンドル来た時にね、ちょっと、まあ、そういうのがありますので。はい、でまあキムコもね、こうエンジンかけたままシート開けられるんで、こういうのもまあ便利かなと思ったりしますけど、いかがでしょうか。はい、こんな感じですね。 GP125 乗車前点検をさせていただきます。